あ、今だよ、今だよ、今だよ。はい、そうそうそう、はい、よっしゃー。とにかく軸足の回し方意識してね。軸足の回し方、この間やったろ、バットが当たらないように。そう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 、座ってます、座ってます。 OK。 かかとがついてしまうとバットが当たって後ろに行くから、バットが当たらないように回してる。 OK。 で、この間あと何言ったか覚えてる？そう、はい、それ意識して。はい、おっしゃー、はい、おっしゃー。肘そのままね、肘と肘の距離が変わらんように、変わったこう相手あかんように、この距離のままそこ意識して、はい、1、2、6。 OKOK、 OK、 OK、 で、かかとはどうなったか、今軸足のかかと地面に使うように。 OK、 やれば違う。はい、さあさあさあ、とにかく全部同じ形で打つようにね、意識してみて。はい、おお、そうそうそう、その形でずっと打って、終わった。はい、はい、 OK、 同じ形でね、とわくん。はい、さあさあさあ、もうそれでいい、それでいい。はい、はい、 OK、いいね。とどうか、悪いことない、悪いことない。とにかく全部同じ形で打つことにしました。で、構えをしっかり大事にして、はい、はい、よっしゃー。で、もう少し欲を言うなら、ここの先端がある、先端を、さっきピチャの見て、先端を、頭の後ろを通って最後出していくよ。ピッと肘の距離が一緒で、スバットの先端が頭の後ろを通っていって、肩口角を出していく。これが今この状態から、こう出てくる。少しここの先端を、はい、ピッチャの身で頭の後ろ、ここ後ろ、ここに通って打っていくわけです。はい、スイングしてみます。 OK。 で、しっかりはい、構えます。この縦の状態、縦の状態、縦から横を積んでいきましょう。縦から右に出して、右出して、縦から右出して、はい、横を積んでいきます。OK。はい、バットの先を頭の後ろを通していくイメージ。そう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 、そのイメージ。OK。はい、はい。そう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 。いいでか、はい、おー、今の OK、 今の OK、 はい、動いて、はい、 OK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 、 はい、 OKOKOK。 で、こっちが前の腕がこう、ながらに伸びた状態でターンして、とにかくしっかり構えをやる、最初構えに雑然性ごと OK、 1、2、6。 あー、今の OK、先端がこう頭の後ろ通ってくる、その方がバットをスパッと走ってくる。OK。はい、それでは実践打撃ご覧ください。本日もトワ選手、天才的バッティングを連発します。これもいい当たり、これもヒット性、時には現れてから打ちます。オッケー、とわくんその形でしっかりで構えるよ、まずしっかり構えを大事にして、肘と肘の距離そのままね、しっかりと構えて打ちに行きます。おっしゃー、今のいいじゃん、その形でずっと。なんというバットコントロールでしょうか。おっしゃー、いいよ、
れだ、ホームだけだ、これは下がったら大丈夫したことかも。ギリギリね、ここ終わった。うますぎる。なんというバットコントロールでしょうか。おっしゃー、かかとは OK よ、左のかかと OK、 今のグワッグワッグワッ。今のこの状態のクレス、はい、出れば回した、オッケー、行くぞ、はい、構えて、行くぞ、オッケー、はい、構えて、今日は先ほどさせへんでね、先ほどさせへんで、今日は行くぞ、行くぞ、ナイスバッティングのトア選手でした。とても充実した練習となりました。使ったらいいんすか。いつはいいさん、つらい、眩しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ。このチャンネルでは元独立リーガーまこちゃんが全国の未来の甲子園ボーイたちに野球の楽しさを一番に伝えていき、野球の成長のヒントになるように分かりやすくシンプルに発信しています。皆様全力で楽しみましょう。全国各地からたくさんのレッスンにお越しいただいてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。